受験生の皆さん、こんにちは。日本文化大学学長の鎌原俊二です。日本文化大学は日本の美しい伝統と優れた英知に基礎を置く建学精神のもとで、時代を担う優秀な人材を育成することを目的に設立されました。この目的の実現を目指して、本学では社会で活躍する際に必須の法的知識を習得し、論理的な思考力を養うとともに、日本文化と伝統への深い理解に基づいた高い教養を身につけるための教育を行っています。法学をはじめとする法律科目はもちろんのこと、法の前に人があるとの考えのもと、茶の歴史などを学ぶ日本文化史を1年次必修科目として設置しております。このように幅広い教養教育を行っていることは本学の特徴と考えております。さらにキャリア支援にも力を入れております。担当教職員が学生一人一人に丁寧な指導を行っているほか、現職の卒業生の方々が受験を控えた学生に直接指導してくださいます。こうした小規模大学ならではの強みを生かした指導が大きな成果を上げています。現在、警察官のみならず国家公務員の一般職、特別職や地方公務員の合格者を多数輩出すべく、さまざまな取り組みをしているところです。その結果、卒業生の半数近くが警察官をはじめとする公務員になるほか、有力企業に就職する人も多く、社会で大いに活躍しております。日本文化大学は国家社会に貢献したいという意欲にあふれる受験生を求めています。本学教職員は一致して、そのような学生に最大限の指導をいたします。日本文化大学で皆さんの夢を実現しましょう。本学でお会いできることを楽しみにしています。